B-57-130mm 列車砲はソビエト連邦の列車砲である。投稿目では搭載砲として用いられた B-13-130mm 砲と合わせて記述する。B-57 は労能赤軍の運用した列車砲の中では最も光景が小さく、また多くの生産が行われた砲である。列車砲というよりは、 四軸四輪の無害貨車二棒立て付きの 130mm 砲を搭載した移動型統治下のような存在である。他の列車砲同様、軍艦から接収した艦砲をそのまま運用しているのだが、ロシア帝国海軍時代の艦砲ではなく、ソ連成立後の1935年に生産された艦砲を使用している点で、少し来歴が異なる。 1941年から1943年にかけて、レニングラードにて生産され、レニングラード工房線に投入された。列車砲としての B-57 は、第二次世界大戦を経て多くが失われ、また、航空技術の発達によって、列車砲というカテゴリーそのものが衰退したこともあり、ソ連においても他の列車砲、180mm 列車砲などと、 共に1960年代までには退役し、博物館に飾られるような白物になっていった。B-13 は、ソ連以外にも輸出が行われ、また、製造自体も1954年まで行われ1199門が生産された。これらは戦後、本来の用途である官報として、再び運用され、また二連方針の B-28 や B-2、 LM などの発展型も開発された。また、第二次カオル祖戦争において、ハンコの戦いで B-13 を5問路獲したフィンランド国防軍は、本砲を継続戦争中は、もちろん、1990年代まで沿岸法として運用した。沿岸法としてはソ連も冷戦時の中祖国境を、紛争の前後に、ウラジオストクに少数展開していたとされている。 二連装砲型の B-2LM。ありがとうございます。